稚内市や利尻島、礼文島では午前11時までの24時間で8月1ヶ月の平均に匹敵する量の雨が降りました。礼文町では午前5時までの1時間に観測史上最大となる 50.5 ミリの非常に激しい雨となり、住宅地で浸水の被害も出ています。焦点は1回分ちょっと水が10センチくらい入っているような状態です。他の地区に行き来は全くできないような状態ですね。また気象庁によりますと、利尻島では50年に一度の記録的な大雨となり、利尻富士町押し止まりでは道路沿いの崖が崩れました。稚内市内ではクサンル川とチララウスナイ川が氾濫し、市内の12カ所に80人ほどが避難しているということです。川の近くとか川のそば、お家の方は大丈夫でしょうか？大丈夫でないような気がするんですけど、どんどん水が上がってきてますからね。雨のピークは昼過ぎまでとみられていますが、雨が弱まった後も引き続き河川の氾濫や土砂災害に警戒が必要です。交通機関にも影響が出ています。 JR は大雨の影響で宗谷線の名寄稚内間で終日運転を見合わせ、強風で石勝線と根室線の一部区間でも運転を見合わせています。特急15本を含む36本が運休となっているほか、大幅な遅れも生じています。離島を結ぶフェリーも全便欠航です。稚内と利尻礼文、江差と奥尻、羽幌と手売、八木尻便、終日欠航が決まっています。